リブートします？どうもーアーチです。はい、今日はこれゴッドバルキリーですね。これのドライバーなんですけど、これですね、機能としてリブートっていうのがあるんですけど、よいしょ、高速回転時はここが開いて軸が出てくると、で低速になるとこれが引っ込んで、ここが本当は引っ込まなきゃダメなんですよね。なんですけど、こういう形でこう引っかかっちゃうと引っ込まないと。これが引っ込むことによってリブートしてもう一回暴れるっていう機能なんですけど、皆さんのどうですか？リブートしてますか？私のやつね、リブートしないんですよ。まあさっきも見てもらった通り、これがこう引っかかるんですよね。はい、ちょっとまあ一回回してみましょう。こういう感じで回って、最後回転が緩くなってくるともう一回暴れるっていうのがリブートなんですけど、はい、変わんないですね。ゆるーく止まっていきます。暴れないですね。はい、とまあこういう感じなんですね、現状が。せっかくならやっぱりリブートして暴れてもらいたいじゃないですか。というわけで、まあもう最近ネットとか他の YouTube でも出てるんですけど、はい、こちらです。シリコンスプレー、これですね。これまあ舞台の大道具とかでも使ったりするんですよね。引き戸の引きが悪い時はこれ塗って滑りを良くしたりとかっていうのにも使うんですけど、シリコンスプレーは。はい、これを今回めっちゃ安かったです。300円以下でしたら200いくらで買えました。でこの内容量です。これをよいしょ、ここに、ここですね、この隙間につけてやると動きがスムーズになってリブートすると。ただこれ公式に出れなくなる可能性があるらしいです、このシリコンスプレーをつけちゃうと。なのでまあその辺は自己責任でやってくださいっていうことなんですけど、なので早速ちょっともう使ってみましょう。はい、ここにノズルがついてるんですよね。でこれすごく注意してほしいのが、めっちゃ滑るんですよ。なので床とかについちゃうと転倒するぐらいの威力があります、シリコンスプレーって。だから舞台で使う時とかもめっちゃいろんな養生して吹きつけないと非常に危ないです。なので他のとこについた時は注意してあげてください。本当に滑りますこいつは。よいしょ、まあこういう感じでノズルを刺してあげると。で、つけるのはもうここですね。こいつの滑りが結局悪いっていうことなので、ここですね。はい。よいしょ。じゃあちょっと行ってみましょう。もう本当これだけです。そんなに大量にやらない方がいいです。これで、こっちも、滑りが段違いになるはずです。はい。もうほんと少量。他のところについちゃうとね、まずいんで、つけてみました。で、さっきと同じようにここ引っ張るんですが、いきますよ。ほら、おー、滑りが超滑らか、いいですね。じゃあ回してみましょう。ではリブートするのか、行ってみます。おー、したしました、リブートした、すげー。
やべえ動きになりましたね。おお、これは面白い。成功ですね。はい、見事にリブートしました。ちょっとバトルしてみましょう。せーの、リブート、リブート。おお。お、リブートした。これは面白い。あ、負けた。おリボト。あ、というわけで今日紹介したのはゴッドバルキリーのリブート復活でした。いや、見事に復活しましたね。というかリブートするとめっちゃ面白いです。楽しいですね。あー、これはやってよかったと思います。まあでも、さっきも言いましたけど、これ公式では使えなくなる可能性がありますので、あくまでも自己責任で使うかどうかは判断してください。でも確実にリブートするようになります。じゃあ今日はこの辺で、またねー。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録まだの方はぜひ登録よろしくお願いいたします。あと高評価いただけると今後の活動の励みになりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ではまた次の動画で。